松の大廊下跡に行っています。厚労市でね、有名な浅野武臣の神が、吉良交通系の月に売り屋して、人情沙汰をしてしまったところです。江戸城の中でも2番目に長い廊下だったそうですけれども、場所としては、かなりその江戸城の入り口側に近いところですね。もっとなんかこう将軍さんがいるようなところの方で二条坂になったのかと思ったんですけれども、意外に手前です。今松の廊下跡ですけれども、まあ、このところ自体はないんですけれども、今こう先に見えるところありますね、公園になっているところ、ここが実際に政務が行われたところで、おそらくまあ、大奥の手前の一番奥に将軍がいたことと思われるので、そういうことを思うと結構この松の廊下自体は火事にあったんだなと思います。結構遠いですよ、あの松の廊下から。まあ長かったとはいえですね、人情沙汰に及んで、この今人が歩いているところのさらに奥のところが中奥といって、まあ将軍とかね、大老とかがいたところなんで、そうすると結構遠いですね。で、天守台まだまだ見えませんけど、もうさらに奥です、天守台なんかね。まあ、天守台自体は、三代将軍の時に燃えてるので、まあ基本的に機能はないわけですけれども、で今、もっと奥の方に見える公園のところが大奥というところですね。だから松の廊下って意外に手前なんだなと思って。